岐阜市立岐阜商業高等学校は、岐阜県岐阜市境島南2丁目に所在する岐阜市立の商業高等学校。通称は、全国的には、市岐阜省と略されることが多く、地元では、市岐省が用いられる。かつては、全国的に珍しい公立の男子商業高校であったが、現在は、男女教学である。毎年11月3日に、 市議省デパートが行われる。2006年12月、学校法人立命館が岐阜市からの本校の移管を前提にして、中高一貫校を開設する計画を提案していたことが分かった。岐阜市は、同年内にも立命館と覚書を締結する方針であったが、市議会から異論が出て延期されている。2007年2月16日に、 細江重光市長が明らかにした計画によると、2009年度に男女共学、普通科の立命館岐阜高等学校を開校し、2010年度に中学校併設を目指すという内容。2008年3月27日、市教委は少子化の見通しなどから将来的な存続が困難であるとして、廃止はやむを得ないとする結論に至った。 廃止時期や方法等は明示しなかったが、教育庁は廃止方針と立命館の提案は無関係としている。2008年6月の市議会で、細江市長は立命館誘致の方針を正式表明した。市議会は9月に市議省問題特別委員会を設置。7月発行の市の広報誌にて立命館からの提案の概要が公表され、市議省の敷地は、 無償対応、後者は無償譲渡を求めていることが分かった。後者が無償譲渡された場合は、老朽化が進む、現校舎を、立命館が建て替えることとなる。2008年11月9日、立命館総長、理事長室長、鈴木元は2009年3月までに、市議会にて、市、議長の生徒募集停止、立命館誘致の結論が得られない場合、 これまでの提案を白紙撤回する方針を示した。12月9日、市議会の文教委員会が市議不詳校の当面の存続を求める請願を賛成多数で採択する。市議不詳校委憾による立命館誘致を求める請願は不採択とされた。2008年12月11日、市議会本会議で本件に関する採決が行われ、 市岐府症候の当面の存続を求める請願が27対14の賛成多数で採択された。その直後、立命館誘致を推進してきた細江は12月31日付での辞職願いを司会議長に提出した。細江は同日の記者会見で2009年1月25日に投開票される出直し市長選に出馬し、誘致問題に対する 有権者の民意を問う意向を表明、誘致橋桁は細江支援に回った。一方、細江と対立する存続橋桁は超党派の相乗り候補擁立を目指したが、年明けになって擁立を断念。これを受け共産党系の団体が候補擁立を検討したが、時間不足を理由に見送りを決定。存続派からは候補者が出されない事態となった。存続橋桁は、 立命館側が期限とする3月議会での議論で市議賞問題の決着を図る構え。そして2009年1月18日に告示された市長選は、細江以外に立候補者がなく、無投票による参戦が決定した。2009年3月議会での議論の結果、12月議会では存続派だった公明党会派の6人中5人が立命館誘致に、 展示たものの3月27日の本会議は存続派が提出した立命館問題の白紙的解決議案を22対21の一票差での賛成多数で可決した。これに受け、細江は四季昇降の遺憾による立命館誘致を断念する考えを示した。相撲部、剣道部、陸上競技部、ハンドボール部、コンピュータ部など多くの部がインターハイ、 国民体育大会などの全国大会に出場して活躍している。また、野球部、相撲部などの伝統のある部活動が多い。生徒の進路希望に応じて、4年生大学、短期大学、専門学校への進学、地元の企業への就職をしている。ありがとうございます。